料理人さんに KIS 甘口インドカレーを渡したら、楽しいメニューができました。皆さんこんにちは。株式会社 KIS スパイス社長こと井野です。今回の動画ではプロの料理人に KIS シーズニングスパイスの甘口インドカレーを渡したらこんなメニューができました、そんな試みの番組を3動画でご提供してまいります。まずはボリューム1です。皆さんこんにちは。本日の料理人様をご紹介します。3回目のご出演になります。水道橋ビストロ U より中山優さんです。こんにちは。こんにちは。お願いします。今回で3回目になります。水道橋ビストロ U の中山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は前回お渡ししました、はい、KIS シーズニングのですね、スパイスの甘口インドカレー、今日は優さん何を作ってくださるでしょうか。はい、今回3品作ります。はい、キッシュ、はい、タンドリーチキン、はい、ハンバーグを作ろうと思います。間違いないですね。ゆうさん、今回のメニューはもうなんか全部合いそうですよね、はい、甘口インドカレーでビストロな雰囲気満載で、はい、最高ですね。ありがとうございます。カレー味ですから全部いきます。おお、はい、これまた今日は自信満々ですね。 OK、 はい、はい、見て食べてみてのお楽しみにしてください。はい、今回は料理人中山ゆうさんが KIS シーズニングスパイス甘口インドカレーをで簡単、美味しい、楽しいにこだわってスタッフィンも作ってくださいます。それでは早速いってみましょう。レッツスパイス9の、うん、まずはボリューム1のマルチビタミン夏野菜のキッシュをいってみましょう。じゃあまずはゆうさん、材料説明をお願いいたします。はい、冷凍パイシート1枚、はい、卵黄2個、はい、全卵1個、はい、牛乳 40g、はい、生クリーム 40g、はい、甘口インドカレー 15g、はい、乾燥パセリ1つまみ、はい、オクラ1本、はい、キャベツ2分の1枚、はい、インゲン1本、はい、ズッキーニ5分の1本、はい、パプリカ赤と黄色8分の1個ずつ、はい、ナス4分の1本、はい、みょうが1個、はい、でお好みのチーズ 40g、はい、で付け合わせのケチャップです。はい、お願いします。
スパイス社長、キッシュできました。はい、ゆうさん、ありがとうございます。それでは早速、マルチビタミンの野菜のキッシュ食べていきましょう。せーの、実食。はい、ちょっとまず、お団子つけないでいきますかね、はい、もうこれ、冷凍パイシートを伸ばして、はい、うん、卵の生地混ぜて野菜炒めたものを本当に入れるだけなので、この後オーブン入れてもう待つだけというか、非常に作り方は簡単だと思います。めちゃくちゃうまい。あ、そうですか。あ、よかったです。これ、はい、どうしてこう野菜のキッシュで甘口に残りこれを使っていただく感じになったんですか？野菜を苦手な方って結構、まあ、僕も含めてそうなんですけど、うんうん、ちょっとカレー風味にすると食べやすくないんです。確かに、はい、カレーってあんま嫌いな方あんまりないですね、はい、なのでそれを野菜をたくさん摂取できてかつカレー風味だったら、まあ、食べやすいかなと思います。そうですね、はい、これでもバルタインキッシュって食べると、はい、残念なのに出会うんですけど今日はもう過去一番ぐらいうまいですね。はい、これだと本当に、ね、ゆうさんみたいな冷めても美味しいから、はい、スーパーとかのお惣菜とかテイクアウトのやつ、あ、すごいいいと思います。いいですよね、はい、思います、はいはい、それでは皆さん、ぜひお試しください。